東栄町立東部小学校は、かつて愛知県北下良郡東栄町にあった小学校。1990年4月1日に、東栄町立下川小学校と東栄町立東園目小学校が統合して開校したが、2010年3月31日をもって廃校となり、東栄町の小学校は、東栄町立東栄小学校のみとなった。廃校後の校舎は、 東栄町体験交流館の木山学校として活用されている。1955年春高の校舎とグラウンド前身の学校は1875年に設立された2校の学校に遡り、いずれも神社の境内に設置された学校だった。当地は北下田郡下川村に含まれており、1955年には本郷町、下川村、御天村、 その村が合併して、東映町が発足した。同年には、東映町立下川小学校の校舎として、廃校まで使用する木造を2階建ての建物が建設された。1990年4月1日には、下川小学校と東映町立東園目小学校が統合され、下川小学校の高知に、東映町立東部小学校が開校した。高知の面積は、 1> 約1万8000平方メートル。高知には、地域住民の手によって作られたアスレチック施設、軒山、ランドや、マウンテンバイクコースなどがある。休日には、学校図書館、なんだべやが、地域住民に開放される。開校した1990年度の児童数は90人。1992年度には、東海三県学校図書館奨励賞、総合優秀賞を受賞した。 1996年度には花いっぱいコンクール愛知県知事賞を受賞した。1997年度の児童数は59人。2000年代初頭の東栄町には7校の小学校があったが、2002年に東栄町は最終的に7校を1校とする統合計画を策定した。2005年3月には東栄町教育委員会が新工事の検討を開始し、 東映グリーンハウス敷地内などの候補も上がったものの、東映町立東映中学校への併設を決定した。2010年3月27日には、東部小学校の閉校式が行われた。最終年度の児童数は42人。2009年度末をもって、東映町立東映小学校、東映調立何小学校、東部小学校の3校が統合され、2010年度には、 東栄町の小学校が東栄小学校の一校のみとなった。理科室を改修したカフェの月2014年には愛知県の女性を受けて NPO 法人テホヘが東武小学校の旧校舎を都市と山村の交流拠点施設として活用するプロジェクトを開始した。改装された旧校舎は東栄町体験交流館の木山学校と名付けられ、同年5月18日に 開校式が催された。山村の食文化、伝統芸能、農林業などをテーマとする体験講座などが開催されている。2015年5月24日には、かつての図工、理科室棟を改装し、東映庁と書室、野木山文庫とカフェの月井がオープンした。事業費の半分は、国の集落活性化推進事業の補助金で賄われているほか、 東映町は2600万円を支出している。2009年に閉鎖された奥三河青年の家に、蔵書数約500冊の図書室があったが、隣接する東映グリーンハウスの管理人に会場してもらう必要があり、月間利用者は5から6人にとどまっていた。奥三河青年の家の図書室の蔵書の一部が、野木山学校に移されている。ありがとうございます。